で田村さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今朝そこの入り口の駐車場でずっと時間30分以上ぐるぐる回ってたんですよ。いやいや、それですごく良かったのは、まず、ひばりが上空で鳴いて降りてきて、巣はまだ作ってないみたいだけど、なんかそういうの、こう大吉木の声が聞こえたりなんかしたら、30分ぐらいの間に10種類ぐらいあそこだけでいろいろ楽しめたので、よかったなと思って、もうこれで今日は終わりかな。帰ると、ここからが本番だと思う。ホコリタケの仲間、大きくなるもんね。オノタケが。なんか乗せてある。小盤草の中のまだ熟してない種が見える。あ、その中は種なの。あとこれも、まだあれは来てないね、テントウムシは。アブラムシっていうのは、うちのニラはアブラムシでやられちゃったやん。僕の友人が能古島で岸壁で食べてたら、後ろから一陣の風が吹いたと思ったら、持ってたサンドイッチがなかった。くるくる回ってるね。浴び方の練習をさせてる。どういう気持ちなんやろ、今日どうみたいな感じ。ママコナです。今年初めて咲きました。